これですね、ヴィンテージグロスと言っておりますが、まあ、グロスでもなければ、VOS でもないんですね、厳密に言うと。2015年の、1958レスポールというのは一応300本限定。で、こちらの個体のように、58だけどかなり軽量という個体も、存在しております。いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回はですね、ギブソンカスタムショップの製品でですね、ございます。仕上げのバリエーションですね。よく見るのは、VOS だったりとか、エイジドという、今だったらマーフィーラボですね、というエイジドというのが、まあ、多く見られる仕上げだと思うんですけれども、たまにですね、ヴィンテージグロスという、仕上げを見るんじゃないかなと思います。これちょっと名前がですね、ヴィンテージグロスということで若干いろいろややこしくしているんですけれども、これですね、厳密に言うとというか、いわゆるこう VOS でもなければ、グロスでもないんですよね。このですね、ヴィンテージグロスというものについてですね、その出自だったりとか、その詳細、実際の製品の仕上がりだったりとかですね、あとちょっとこう、裏話というか、なぜですね、その VOS とヴィンテージグロスが混同されがちなのかというか、そこら辺のですね、ちょっとお話も含めてですね、させていただければと思います。というわけで早速本題でございます。はい、というわけで早速本題でございます。まあ、そのですね、ヴィンテージグロスについてなんですけれども、まずはですね、現在生産されているヒストリックモデルの仕上げについてざっくりと、お話しさせていただきたいと思います。今ですね、その現行の、ヒストリックコレクションだったりとか、いわゆるマーフィーラボという、製品群だったりとか、まあ、いわゆるこうヴィンテージリーシュー系のプロダクトっていうのはですね、基本的にですね、まずそのヒストリックコレクションでは、いわゆる VOS という、仕上げが標準的に採用されています。この VOS というのは、まあ、昔からずっとですね、もう20年近くですか、ずっとやられ続けている仕上げなので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ、いわゆるですね、塗装面だったりとか、金属パーツだったりとかをこうくすませたような仕上がりに、風合いに仕上げている、まあ、新品時からですね、新品時からパーツ類だったりとかをちょっとくすませて仕上げているようなものになります。これは基本的にカスタムショップの製品でしか行われないので、いわゆるこうレギュラーラインのものと、まあ、パッと見でこう雰囲気が違う感じがするというのは、そういうところから来ているのかなというふうにも言えると思います。コンセプト的にはですね、そのケースの中だったりとか、そういうところでこう長らく保管されてきたような、ヴィンテージのイメージ。まあ、つまり実際にその年数が経って、こう塗装の感じだったりとか、パーツの感じだったりとかっていうのは、いい感じにこうくすんだ状態になっている。そういった雰囲気というか、風合いというのをイメージして、そういった仕上げがされています。これによってですね、新品時から、その明らかにこうピカピカの、いわゆるこうレギュラーラインのデスポールとかともそうですけれども、まあ、そういったところと差別化もしつつ、雰囲気も出つつという、仕上がりになっていて、これがですね、ヒストリックコレクションの、製品の仕上げの標準になっております。ただですね、一部製品では、そういう VOS じゃないヒストリックコレクションの製品もあって、これがですね、まあ、1968レスポールゴールドトップだったりとか、1968レスポールカスタムだったりとかですね、この68年のリーシューモデルというのは今、ヒストリックコレクションにラインナップされておりますけれども、この2機種に関しては、基本的にグロス仕上げが標準になっております。で、そのグロス仕上げというのは何かということなんですけれども、これはですね、塗装面と金属パーツというのも全てピカピカの仕上がりをグロスと呼んでいます。VOS が塗装面と金属パーツをくすませているもの。それに対してグロスというのは、まあ言ってしまえば一般的な製品の仕上がりですよね。塗装面だったりとか、パーツだったりとかを、もう、まあ、ピカピカ新品の状態に、仕上げる、光沢感のある状態で、出荷される、納品されるものを、グロスと呼んでおります。まあ、これはヒストリックに限らず、カスタムショップの製品っていうのは、まあ、基本的に何かしらその仕上げの名前が入ったりとかするんですよ。その時に、まあ、ピカピカのものっていうのは、ヒストリックモデルに限らず、グロスというふうに、表記されていることが多いですね。これはつまり、そういうパーツのエイジングだったりとかをされていない仕上がりで、なっているよという感じでございます。そしてマーフィーラボですね。まあこれはですね、もうご周知の通りかと思います。ここ数年ですごくですね、人気のあるプロダクトになっております。まあいわゆるエイジング、ダメージ加工をしたプロダクトのその製品群を全て指しているのがマーフィーラボという言葉ですね。もうシリーズ名的な感じでヒストリックコレクションと、まあ、こう同じなんていうんですかね、その呼び方のあれとしてはヒストリックコレクションをマーフィーラボ加工するではなくって、もうマーフィーラボという製品群が、そのエイジドをしている製品群だよっていう感じのイメージなんですね。で、エイジングパターンに関しては4段階、エイジングが少ない方からウルトラライト、ライト、ヘビー、ウルトラヘビーと4段階になっているんですけれども、まあ、いずれもですね、こうダメージ加工を施すものになっています。なので、もう当然ですね、塗装面というのは、VOS のような、ややこう、くすませたような、風合いがあったりとか、パーツ類もダメージ加工がしてあったりとか、しています。
まあ、この辺はですね、具合っていうのは、そのエイジングレベル、4段階のレベルによって、パーツ類とかは使い分けられているんですけれども、まあ、共通している部分としては、まあ、塗装にそのウェザーチェックというですね、塗装の割れというのを経年によって割れてしまう塗装の感じというのを再現されていたりとか、パーツ類はくすませであったりとか、そしてその具合っていうのが、まあ、ダメージ加工の具合だったりとか、ウェザーチェックの入れる具合だったりとか、パーツ類のエイジングの具合だったりとか、っていうのが、それぞれエイジングレベルによってコントロールされていて、4段階に分けられているという感じでございます。まあ、つまり、マーフィーラボといったら、基本的には全てエイジングの加工をしているものという認識でいいと思います。そしてですね、本題でございます、ヴィンテージグロスなんですけれども、これですね、ヴィンテージグロスと言っておりますが、まあ、グロスでもなければ、VOS でもないんですね、厳密に言うと。若干異なる仕上がりになっておりまして、最近はですね、標準的に採用されている仕上げではないので、あまり見ないんですけれども、たまにこう中古品とか、ご覧いただいていると、まあ、たまに見るんじゃないかなと思います。具体的にそのヴィンテージグロスってどういうものなのかということなんですけれども、実際の製品はですね、基本的にはですね、まあ、標準的なものに関してまず申し上げれば、パーツ類はくすんでいないんだけれども、塗装面はほんのりくすんだような仕上がりになっているんですよ。つまりどういうことかというと、まあ、VOS だったら塗装面も金属パーツもくすんでる。それに対してグロスだったらどっちもピカピカ。で、ヴィンテージグロスっていうのは基本的には、本来はですね、本来は塗装面はちょっとだけくすんでいるんだけれども、パーツ類はピカピカ。まあ、つまりグロスと VOS のある種中間ぐらいな仕上がりっていうのをヴィンテージグロスと呼んでいます。まあ、すごくこうややこしいわけなんですけれども、なぜそんなものが存在するのか、そんな分かりにくいのが言ってしまえば存在するのかっていう話なんですが、これはですね、ちゃんと理由というか、があって、これはですね、その2015年のトゥルーヒストリックというプロダクトがございますね。当時発表された最高峰のヒストリックコレクションに代わる最高峰のヴィンテージリーシューでございますけれども、このですね、トゥルーヒストリックの標準的な仕上げとして登場したのがこのヴィンテージグロス。という仕上がりなんですね。それはですね、トゥルーヒストリックというプロダクトには、そのですね、当時の、まあ、59年だったりとか60年、58年とか、その当時の、新品の状態を再現するというですね、コンセプトがございまして、ヴィンテージグロスというのはそういった目的で作られたものということなわけです。なので、こう、まあ、塗装面が少しくすんでいるので、VOS に結構近いような、不具合も感じられるんですけれども、そのコンセプトがですね、その VOS は先ほど申し上げた通り、その、まあ、長い間ですね、実際そのケースの中にしまわれていたりとか、まあ、使われていたという感じというよりは、長い経年変化によって塗装だったりの不具合が変化している状態というのを再現しているわけなんですけれども、トゥルーヒストリックというのは、その当時の新品の状態を再現したいわけなので、経年してくすんだ状態ではなくって、その50年代当時の手仕上げの状態というのを再現しているわけなんですよ。まあ、50年代当時のピカピカの仕上げというのは、まあ、言ってしまえばこう今ほどのピカピカにする仕上げる技術はどちらかというとないと。手でこうもうちょっとハンドサンディングで仕上がったような感じのものっていう風合い、そういうのを目指して作られたのがヴィンテージグロスなんですね。なんでよく見ると、塗装面の仕上がりの感じは若干 VOS と違くって、VOS ほどくすんでなかったりとか、その後仕上げの感じというか、穴というか、あとっていうのが若干異なったりとか、ヴィンテージグロスではしています。ただ、当時の新品の状態を再現しているので、パーツ類はくすんでいないと。これがヴィンテージグロスなわけですね。ただ、ここでですね、非常にこう、それをややこしくしていることがございまして、本来の、その2015年から発表されたトゥルーヒストリックの標準的な仕上げというのはヴィンテージグロスなんですけれども、途中でですね、まあ、オーダーとかも、まあ、当然できるようになっていくわけですね。最初はそのヒストリックセレクトって呼んだりとかしておりますけれども、その仕上げの感じというか仕上げに関しても、もちろんそのオーダーによっていろいろ内容を変えることができて、そのですね、いわゆるヴィンテージグロスの仕上げなんだけれども、まあ、塗装面はいわゆるこうヴィンテージグロスのちょっとだけくすんだ状態というのをリクエストするんだけれども、パーツ類を VOS パーツにするっていうオーダーが可能だったんですよ。これすごくややこしくって、本来のヴィンテージグロスは塗装面はちょっとくすんでる。でもパーツはピカピカ。っていうのをですね、パーツを VOS のヴィンテージグロスっていうのはオーダーできたんですよね。これによってですね、金属パーツがくすんでいるヴィンテージグロスっていう製品も多く流通するように、なっていきまして、まあ、そうなってくるともうほとんど VOS と見分けがつかないみたいな感じになってくると。
そういう背景があってですね、ヴィンテージグロスと VOS というのはかなり混同されがちだったりとかするんですけれども、まあ、一応ですね、そういった事情があるゆえに、ヴィンテージグロスでもパーツがくすんでいるものっていうのもまあ存在するよという、ことでございます。そしてこちらの答えがですね、2015年のまさにそのトゥルーヒストリックでございます。1958レスポールなんですけれども、非常に木目が、かっこいい答えでございまして、カラーもですね、非常にいい感じな、ヴィンテージレモンバーストというカラーになってます。ちょっとこう細めの木目が羅列している感じで、このカラーっていうのは、まあ、割とこうゲイリームアとか、相手のレスポールのイメージを彷彿させるかなっていう感じの仕上がりですね。まあ、本来58年モデルですと、いわゆるこうプレーントップのものというのがまあ基本的だと思うんですけれども、まあ、結構ですね、当時そのトゥルーヒストリックが出た時って、販売価格も非常にこう高価になっているんで、その以前のヒストリックコレクションに対して、すごくアップデートみたいな感じで出てるんで、販売価格もかなり高価になってるんですよね、当時。具体的に言うと、2014年の1959レスポール、まあ、1959のは基本的に58より高いわけですけれども、2014年の59と2015年トゥルーヒストリックの58って、値段同じぐらいなんですね。かなり値段が高くなってると、言えると思います。なので、まあ、製品の内容も非常にアップしているわけなんですけれども、トップ材に使われる木材なんかもですね、意外と58モデルでもですね、結構恵まれた木目というか、そういうのとですね、使用されている個体っていうのが、ちょいちょい見かけられるかなというふうに思います。でですね、生産初年度のトゥルーヒストリックというと、その生産本数にですね、上限が設けられていたっていうのも、まあ、割と有名な話でございまして、2015年の、1958レスポールっていうのは一応300本限定。で、うち50本がエイジドということですので、実質的には250本ぐらいを上限と、されていたということでございます。未だにですね、トゥルーヒストリックのアップデート、当時のアップデートというのは、まあ、ほとんどの部分で現在の製品にも共通しているので、まあ、例えばトゥルーヒストリックのその製品のパーツですよね。いわゆるトゥルーヒストリックパーツと呼ばれるような、その再現性を非常に高くてた、プラスチックパーツ類だったりとか、あとその二皮接着運動だったりとか、そういったところのスペックというのは、もうこのトゥルーヒストリックの時にかなり確立されて、まあ、当時のその投資があったからこそ、今もですね、その製品のパーツだったりとか、プロダクトだったりとかっていうのを活かした製品ができている。なんならまあそんなに大きく、極端にですね、10年近く経っているわけですけど、10年近く経ってる割には、ここその以前の数年のドラスティックな変化に加えると、かなり変化が少ないというふうに言っても差し支えないかもしれないですね。それぐらいですね、インパクトもあったし、未だにですね、まあ、その当時のやっぱり販売価格もすごく高価だったとか、そういうこともありますので、未だにですね、一部で高い評価を特別に得ているかなというふうにも言えるかなと思います。で、こちらの答えですね、2015年の58でございますけれども、まずこの持った瞬間に、かなり軽いです。非常に軽量で、実際総重量で 3.7 キロ台ですね、3.72 キロ。レスポールとしても非常に軽量かなと思います。まあ、この辺はトゥルーヒストリックだからっていうのもありますね。トゥルーヒストリックのポイントのもう一つとして、あのボディ材のウェイトっていうのも結構軽いものが多くセレクトされているっていうのもあるんですね。でそれがですね、59だけじゃなくて、58とかでも結構適用されていたりするんで、こちらの答えのように58だけどかなり軽量っていう答えも、存在しております。このレモンバーストに木目が結構ちゃんと出てる感じですね。で、ネックシェイプです。これもですね、そのトゥルーヒストリック、まあ今もやってますけど、いわゆるこうロールドバインディングという、このですね、角をちょっとこう内側に丸め込むことによって、ヴィンテージっぽいフィールを得られるようなという工夫がされているわけなんですけれども、ネック自体は結構まあちゃんとしっかりとした厚みというか、握りはあるんですけれども、まあ一応ロールドがあったりとかするんで、そんなにですね、極太すぎるとか、まあ極太というほどではないんですけど、まあ太めなんだけれども、まあ手に馴染むようなネックグリップになってます。で当然ですね、いわゆるこうトゥルーヒストリックパーツと呼ばれる、例えばこのノブだったりとか、ピックガードだったりとか、そこら辺のディティールというのはしっかり踏襲されておりますし、ボディバッグとかのですね、いわゆるアニリンダイと呼ばれる染色の方法ですね、こう一部ですね、こちらもネックの裏とか少し色飛んできておりますけれども、経年によってこう赤の色素が抜けていく、それによってよりこうブラウンっぽい変化をして、よりヴィンテージと同じようなというか、変化というか、そういったですね、経年変化というのをお楽しみいただけるような仕様になっている。そこら辺の内容というのはですね、いわゆるこう究極のヴィンテージリーシューと当時呼ばれていただけあって、非常に高いクオリティで、できているかなと、制作されているかなと思います。で、こちらの個体に関してはですね、少しですね、パーツの交換など、ございます。ピックアップですね、これパフのレプリカ系の耐火性のものだと思うんですけど、ピックアップに交換されています。
で、合わせてですね、電装系のコンデンサーですね。コンデンサーもですね、いわゆるこう、バンブルビーのレプリカタイプついてるんですけど、新品時についてるのとは違うタイプですね。新品時についてるやつも、まあ、むちゃくちゃいいやつかと言われると微妙なところなんで、まあ、ここはアップデートしていると考えていただいて使えないかなと。あと細かいですけど、このピックガードを止めるネジですね。このネジのタイプはちょっと違ったりとかはしておりますけれども、まあ、通常使っていただく分にはもちろん全く問題ないですし、フレットとかの消耗とかも、まあ、最小限なので、通常使っていただく分には全く問題ない状態でございます。良くも悪くもなんですけど、やっぱりトゥルーヒストリックは、トゥルーヒストリックならではの音っていうのがすごくあって、もうそれが結構生音から感じられるんですよね。どこかそのいなたい感じというか、ポジティブに言えばオリジナルっぽい雰囲気というのをより感じていただきやすいかなというふうに個人的には思っております。正直言ってですね、今の新品の製品と比べると、内容ってそんなにその変わらないというか、今のヒストリックの製品というのも非常にこうクオリティが高い。まあもちろんですね、このトゥルーヒストリックがあっての、さらにこう進化していってるわけなので、もちろん現行品には現行品の魅力というのが多分にあると思うんですけれども、まあ、当時の新品が高かったということもありますが、いまだにですね、その通常のヒストリックコレクションの中古に比べると、ちゃんと科学的にも評価されているというところで、まあ、その人気というか、一部で評価されているっていうのが、まあ十分に感じていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その後ですね、2015年製だから10年近く前のものになります。まあ、多少やっぱり使用に伴う擦り傷だったりとかっていうのはあるんですけれども、まあ、ネック周り先ほど申し上げたとおり全く問題ないですし、まあ、10年間ですね、使われてきたということを考えれば、まあまあ、そんなにですね、著しいダメージが多いとか、すごい使用感が強いっていうわけでもなくてですね、中古品としてですね、全く申し分ない状態かなというふうに思います。というわけでですね、こちらの答えのデモ演奏ご用意しております。それでは早速どうぞ。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、このトゥルーヒストリックの時に採用されたこのヴィンテージグロスの話を中心に、させていただきました。トゥルーヒストリックの時の標準ではあったんですけれども、それ以降もですね、例えばトゥルーヒストリックって2017年に基本的には終わってるわけなんですけれども、18年以降もオーダーという形でヴィンテージグロスという指定をされていたりとかするんですね。なので、それ以降でもヴィンテージグロスの、ヒストリックモデルっていうのは一応存在はしています。なので逆に言えば標準はもう VOS に戻っているわけなので、ヒストリックになってから、もうヒストリックコレクションに戻ってから VOS になってるんで、ヴィンテージグロスという製品名が2018年以降の製品でついていたら、それはオーダー品と判断していただいても基本的には差し支えないかなと思います。まあ、あえてですね、その日本限定のオーダー品とかでそういう、こう VOS と、まあ、オーダー品と分かりやすいというか、ちょっとこうレギュラーモデルと差別化みたいな風合い意味合いで VOS じゃなくてヴィンテージグロスというですね、指定をされていたりとかもするんで、まあ、そういった時にですね、結局何が違うのっていうと、まあ、正直パッと見の印象はほぼ変わんないですけれども、一応そういった意味があったりとか、コンセプトの違いというのが一応根底にはあるというところで認識していただければと思います。まあ、正直現物はそんなに変わらないです。特にトゥルーヒストリック以降のやつっていうのは、まああんまり VOS と変わらないんですけれども、一応そういう背景がございますという話でございました。ちなみにこちらの答えはそのトゥルーヒストリックの1958なので、まあエイジドでもないので標準で、まあ普通に考えたらヴィンテージグロス、まあカタログモデルのヴィンテージグロスのはずなんですけれども、チェックシートには VOS って書いてあったりとか、しております。まあ、そういったことも普通にあるんで、非常にですね、こうちょっとややこしい部分ではあるんですけれども、まあそんなもんだよねくらいに思っていただければいいんじゃないかなと。この辺はですね、ちょっとこう日本人の感覚すぎると細かくなっちゃうんですけれども、向こうの感覚にこうちょっとこう歩み寄ってあげると、まあそんなもんかなみたいなところもありますんで、こちらはですね、まあ普通に製品のカタログ通りのヴィンテージグロスと判断させていただいております。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。面白いなと思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。